本名はヒストリア・レイスって言うんだって？はい、そうです。レイスってあの貴族家の？クリスタは可愛いんだから女の子らしくしないと。はい、噛んで。私、お姉ちゃんみたいになら、なってもいいな。今さら天国に行けるとでも思ってるのか？自分のために生きろよ！こんな塔を守って死ぬくらいなら、もうこんなもん、ぶっ壊せ！これまでの、いかに巨人を倒すかでなく、いかに巨人と遭遇しないか、そこに重きが置かれている。兵団の変革の一翼となると、確信している。正直言って屈辱的です。世紀の訓練を経てきた我々に犯罪者どもを受け入れろと言うんですか？あんな地下街のゴロツキどもと同じにされては部下たちの士気に関わります。しかも今度の壁外調査に連れて行くな。通貨券とか使ってんのか。やっぱ同じにいるってことは知ってんだね。エナンは理解できる。だが立体軌道の腕は私が保証する。いや、殺せ。そのためにここにいる。改めて驚かされたよ。彼らは水も食料も取らない。発生期間はあっても呼吸を必要としない。唯一活動に必要なのは日光なんだ。ずっと日光を経つとどうなるのか興味はあるけど、死んでしまったら怖いからね。以前捕獲した子たちは誤って殺してしまったんだ。ここで誰も続く人がいなかったら、今までに死んだ人たちの命が無駄になる。その通りだよな。何を考えてるんだ俺は。エレン、帰ったらずっと秘密にしていた地下室を見せてやろう。本当に？